それでは伊豆大島夜のカゴ釣りやってまいりました。ここね、今回の会場は岡田港。一応釣るまで帰らないということで、いいですよね。それでね、そういうことでしたよね。確かね、そういうことでしたよね、はい、確かそういうことでした、はい、そういうことになってます。もう釣るまで帰らない、はい、うん、何が釣れるかな。まあ何が釣れるか、それはあまりそこまで言っちゃうと本当に帰れなくなるから言わないんだけど、それは秘密なんだけど、ね、釣るまで帰らないと。あ、ジェット船が来た。最後のジェット船だ。あれ、多分。そうですね。あ、ジェット船が。もう15時過ぎてるんで、15時半が最後だって言ってたから。これで、遠投のカゴ釣りができるようになるからね。うん。で、釣り人はいない。あ、やっぱり大型船とかがついて発着した直後だから、そうですね、あの、出てってって言われたのかもしれないね。うん、でもほら、もうね。ジェット船が。15時10分。あ、ちょうどいいとこで。あれが15時30分に出るとか言ってたから。うん。それが出ちゃうと終わりなんだよ。そうですね。じゃあこの辺で、ここもう大型船も来ないだろうから。もうちょっと先だったんですよ。あの、あれやったり。でも大型船も今日来ないからさ。はいはい、うん、だから、その、あんまり先端に行くと夜釣りはダメなんだよ、確かね。あ、そう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 。だから、これでぐるーっと回って、うん、そう。まさかこの大型船が来るまでやるってそういうことじゃないからね。でもそういうことになっちゃったりして、釣れなくて、大型船が来るまでやるんだ、みたいな。それはまずいから、この辺で、どっかこの辺 で、ね、この街灯の近くがなんか釣りやすそうです、ね、うん、この辺、この辺でどうでしょう。はい、この辺で まあ、このぐらいで、はい、はい、着きました。夜釣りの会場に到着でございます。さあ、どうだ。どうよ。まあ、海の色見ても黒いね。夕方だからね。そう。じゃあそういうことで、はい、じゃあそういうことで釣るまで帰りません。ね、います。はい。誰もいねえよ、でも本当に。あ、貸し切り状態。ね、これからでも増えるんだろうけど。よっしゃ、始めましょう。はい。それでだね、今回の夜釣りで使うヘッドランプ。これはね、いつも私が使ってるやつ。もうずっと使ってます、これ。TH10 って、これはスルーナイトっていうメーカーのヘッドランプなんだけど、結構ね、信頼性高いです。使いやすいです。でな、この同じメーカーさんから、これを預かってきました。これはね、スルーナイトの TH30。まあ、新しい方、第3世代って言ってたかな、第3世代。これをね、今回はちょっと使ってみようと思う。こっちは、この私がいつも使ってる第1世代なんだけど、第1世代ね。第1世代の TH10。これよりもずっと明るくなったということで、最大の明るさは1000ルーメンだか3000ルーメンだか、なんかかなり明るいんだよね。それに、この充電機能がついてんの、ここにも。USB のコネクタがついてて、バッテリーが充電できるという。それと、防水性は IPX8。こっちも IPX8。だから防水性は同じ。2メーターだか 1.5 メーターだかにつけても大丈夫という。まあ、そんな感じで、バッテリーは同じ18650を1本使います。今回は、これを、こっちを使って、ちょっとどんなもんだか試してみようと思います。今最後のジェット船が出ていきました。いよいよ試合開始の時間がやってまいりました。よっしゃ、これでもう心置きなく遠投ができます。じゃあね、湾の真ん中に投げてマダイちゃんを、真っ赤な欲望、マダイを狙います。マダイ来てくれ、頼む。ほら、釣れろ。どっちに流れるかね。今はでも、もう、満潮に近くなるのかな。だから、潮、止まってんじゃないかな。わかんない。
し、あとは待つのみね。チャンスを待つのみだよ。なんか竿が曲がってる。竿が曲がってますわ、いかつさん。やったね。え、青物じゃない？なんか青物じゃないもの？青物っぽい引きじゃないっすよね、うん、あ、外れた。外れた。またあれじゃないの？薄葉はぎで切れたんじゃないの？どうなの？ああかな。でも薄葉はぎいないとか言ってたよね、確かね。もうあの地元の人が薄葉はぎだ。薄葉はぎだ。薄葉はぎか、あの総支はぎか、うん、なんか入った。なんか入りました。今スポット。でも青物じゃないんじゃないかな。え？青物じゃないような気がする。なんかまあまあの引きだけど、まあまあの重さというか、うん、走ってないな。走ってないからまあ青物じゃない。あ、でも結構重たいよ。ほら、重たい。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 お、重たいぞこれ。お、ほら、重い。重い。重い。思い出のマダイか。おい、なんか、え？ほらほらほら、何？何？これで変なんだったらがっくりだけど。でもまだ釣りは始まったばっかだからな。うん、とにかくほら。ほらほらほら。来い来い来い。あ、抜けた。抜けた？抜けたな。抜けてしまった。あ、もしかして切れたんだ。そうだ。例のやつだ。うん。総支はぎみたいなやつだ。切れた。ほら。あ、違うな。抜けたな。抜けたんだ。抜けてる。針ある。うん。ああ、惜しい。畜生。ああ、でも、ハリスがちょっと傷ついてる。なんか、うん、そういうやつかもしんないね。畜生。あ、またワイカツさん、竿が曲がってます。なんだ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 、いい魚か。ちょっとね、針を、チヌ5号の大きいのにしたんですよ。おお、そしたら釣れた。また飲み込まれちゃって切られちゃうかなと思って。ああ。薄葉はぎ？総支はぎ？え、なんか、そう？なんか、よく見えないけど。なんでしょう。マダイじゃないのは、確か。赤くないから。フグだ。あー、石垣フグ出た。石垣フグ美味しいという、鍋物で美味しいという石垣フグですよ。ほら、あ、なんか玉で作った方がいいんじゃない？結構重そう。まああまり大きくないけど、石垣フグにしてはね。うん、やった。あの石垣フグ提灯作ったら、ほら、なんかグーグー言って、グーグー言って、なんかガシガシ言ってる。グーグーガシガシ、なんかパコンパコンって音がしてる。ほら、出た。お、パコパコ言ってる。パコパコ言ってる。ほら、お、泣いてる泣いてる。なんか可愛い目してるんだよこれね、うん、あ、石垣フグか。残念でした。
入りました。何かが、もう竿一本にしてるけどね、ただ、なんだ、なんかググイと何ですか。まあなんかタイじゃないのは確か、マダイじゃないの、竿一本だから、ね、何ですかん。でもなんかまあまあの大きさのような気もします。ほら何大したんじゃねえのか。何ですかほら何、サバか、なんかサバっぽいような気もするけど、ほら、サバだな。抜こう、せーの、そらーと、サバだ、サバが来ました。35センチぐらいのサバ、ゴマサバ、バイブレーター、海のバイブレーター、サバくんです。ほら、明るいよ、これね。このスルーナイトのライト、明るい。もう一段明るくなるのかな ?1、2、3、4。これが一番明るい。ほら、すごい明るい。ね。で、この次は、なぜかこういう風に SOS になっちゃうんだけど、SOS です。これは、サバくんの SOS だな。でも、SOS モードはいらないね。釣りではね、多分。ダブルクリックでもって入ってほしいね、こういうのはね。そら、入った。痛い。何ってもうサバ屋社だから、私はサバ以外は考えられないんだけどね。サバ屋社がサバを釣ったか。来い、こっちに来い。さっきからもずっと伊豆半島の上は雷がスパンスパン。ほらね、すごいよ、サバ屋社の怒りだな。サバ屋社の怒り、来た。何、サバじゃないの、なんかあまり引きが良くないな。なんだお前、サバだろ、ほらサバだよ、ほら、せーの、そらー、はい、またまたバイブレーター来ました。そら、なんだ、今度はサバじゃない、なんだこれ、あ、ヒラジ来ました。なんかこれはなんだ、シマアジ、ジャミシマ、やった、ジャミシマでございます。やったよ、竿 2.5 本。うん、餌まで竿 2.5 本。ジャミシマでもね、シマアジは美味しいですから。サバはな、サンマみたいなサバはな、ちょっとありがたくない。誰かが棒みたいなサバ、そう棒みたいな、脱じゃないの、脱の太ったやつみたいな、なんかその中に脱短くして太ったやつみたいな。なんだ、いや、走ってないですね。イサキっていうあれもありますね。さっきあの相棒イサキ連れてましたから、なんかサバじゃないな、イサキっぽいな。イサキ、そら、イサキか。まあこれいいサイズですね。なんかね、嬉しいサイズ。あまり痩せてないか。痩せてんだよね、今のイサキはね。まあ微妙だな。微妙っすね。太ってるわけではないけど、そうだね。でもまあまあ対抗はそれなりにあるじゃないですか、まあまあいいサイズ、やったよかった変なんじゃなくてよかった。よし、とりあえず5匹なんとか5匹ってずっと思ってたんで、立派なもんですよ、5匹。いやね、それにシマアジが2匹釣れたんでしょ。ジャミシマだけど2匹ですね。立派なもんですよ、立派でね、もう魚が釣れたしね、最初の、あの予定通りで、雷がすげえ気合いの入った音が今ドドドドンって来たから、もうね、恐ろしくて我々はもうこれで帰ると。まあ結構今日は早いんだけど、いつもの撤収の時間よりちょっと早いって言っても、もう21時は超えてる。21時15分。どうだったですよ、俺もなんかサバが4匹ぐらいと、メジナ1匹、昼間のメジナ1匹と、あとジャミシマ1匹とイサキが1匹。まあまあだよ。そうですよね。まあ体関係は釣れなかったけど、まあでもまあまあ、どうせみんな親戚に送りつけちゃうわけだから、俺の場合はね。サバヤシャどうですか。サバヤシャ4匹だった。あんまりヤシャじゃないね。サバヤシャっていうからにはさ、40ぐらい釣らないとね。40釣ってサバヤシャって言えば絶対親戚からもうさ縁切られるよ。もういいですとか言って。
サバ、サバばっかとかってやつ。ああ、もういいわ。サバばっか。ほらほら、まだ降ってきたもんね、ほら。ね、あの、そうですね。なにこれ、夕立だよね。雷鳴ってんだもんね。そうですね。ちょうどよかったよ。ちょうどよかったですね。ほらほら、ああ、恐ろしい。なんちゅうこってしょう。今ね、見た。ピカピカピカだよ。ほら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 、グッドタイミングの引き上げじゃないですか。グッドタイミングの引き上げですね、これね。よかったよ。これね、どっち行ったら今こっちか。なんかこっちだ。これ変な方入っていくとね、なんかね、工事中だからよ。いやお腹も減ったし。ちょうどいいや。何これ。何これでも。何これって感じで、この天気。恐ろしかった。今のすごかったね、なんかね、ピカピカ。もう真上っていう感じ。カビがかってる撤収ですね。ねえ、まだでも釣ってる人がさ、1人、2人、3人、あの先端にも3人来てたしさ、あの人たち今プロなんか乾電池してんじゃないの、大丈夫かな。で今日はね、じゃあ祝杯っていうことでね、初日、カゴ釣り初日、ね、勝利、勝利だよね、勝利だよね、まあ、ですかね、勝利いいですよね、出ました、勝利、ワイカツさんの許可が出ました、勝利という、じゃあもう大々的にね、腹も減ったし、ガーッと。ガーッと食って、そうだ、酒、焼酎がまだね、森若のあの四角い瓶のやつがね、あるかもしれない。そうですけど、あると思うな、うん、森若の四角い瓶のから欲しいやつ、ね、それ飲んで、明日もあるわけだから、もう、ね、全然あのほら、朝までコースで大丈夫だからね。この前朝5時まで飲んでたんだから、5時までだよ5時までですか、晩飯は朝の5時までになっちゃったんだから、そしたら今回もそれをこう記録を更新するようにね、わあまたなったほしいですね。恐ろしいな。いやいや、今回は一応は魚が釣れて、ね、いやもう元町で昼間の釣りがさ、本当に俺何も釣れないかと思ったもん。ああこれダメか、元町の時はちょっとどうなることかと思いましたけど ねあんなに渋いのも、まあ、カゴ釣りってね、結構ね、釣れないんですよ、あの釣れないときは、はい、深さだったらね、何かしら釣れるから、マゲドウがね、カゴ釣りの場合は、あんまりちっちゃいのはかかってこないしさ、であの表層のやつも釣れないじゃないですか、そうですね、スッて沈めちゃうからさ、本当に表層のあの水面近くのやつって、うわー、見た、今の、積みました、すごい。ピャーってまっすぐ、なんか、やばいですよ、あれは。これ落ちてきたな。磯に出てる人たち、みんな帰ってくるんじゃないですかね。いや、もう帰ってるでしょ。多分帰ってると思うよ。あんなの見せられて、まだやる人はまずいないと思うよ。なんかね、あとね、洞窟みたいなのがあってね、そういうところに避難する場所もあるらしいよ。そう言ってた。あの背後に洞窟があって、そこにあの夕立が来たら避難するんだって。それで、また夕立が去ったらやるっていうけど。まあ、今回はもう帰ってんじゃないかな。何人いるのか知らないけど、そんなにたくさんいないんじゃないの、たくさん。明日はあの知ってる人が来るけど、今日の人は多分知らない人かもしれない。なんかまた別光寿司か、船盛りかなんかがあるかもしれないですよ。そしたらちゃんと全部食べないと。でもまあ、翔さんじゃないから、ワイカツさんは大丈夫だと思うけど、残したら悪いからさ、せっかく作ってくれたのにさ。5時になっても6時になっても朝の食べなきゃいけないから。うわうわ、おろすものありますか？あの宿の前でなければあっち行っちゃうけど、駐車場に直接。いや、あの手で持てる範囲ですから大丈夫です。じゃあ直接その車置き場行っちゃいますね。ビール、瓶ビール飲みます？一本だけ。二人で。いつも最近ね、翔さんと来る時もそうなんですよ。うわ、またなった。あの高齢者になっちゃったから、瓶ビール1本なんか飲めねえとか言って、俺は飲めるんだけど、彼はもうほら、それ飲むと腹いっぱいになっちゃうからさ。あ、帰ってないよ。あ、帰ってるな。電気がついてる。電気ついてる。冷蔵庫に入れるものないですよね。冷蔵庫に入れるものはない。はい、まあ、とりあえず大丈夫。じゃあ、とりあえず駐車スペースに入りますよ。駐車場。ここだ、ここだ、この走りのここだ、ここ、はい、
当に冷蔵庫のそうだ前だったんです。はい、着きました。はい、かです。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、よいしょ。あ、結構降ってますね。びっくりした。落ちたこれ。すごかったっすね。はい、今帰りました。やった。行った。はい、雷が怖かったけど帰ってきました。今ね、雷もね収まりました。祝賀会の会場です。はい、両生協これ勝ったな、勝った。ほら、おい、俺はシマアジだ。多分これシマアジだぞ。おい、シマアジ釣れたぐらいのジャミシマぐらいだよね。でも美味しそうだ。シマアジ、エビ、エビ、イカ、すごい。それにフライ、あとこれはなんか魚、魚のあんかけみたいなと、こう塩辛と特節ね、あととろろ、自然薯、自然薯漬物、もう心尽くしのご料理でございます。じゃあまあ勝った、勝ち組、はい、勝ち組。大川さん、何で勝ったんだっけ。今日はシマアジ2匹。シマアジ2匹、これか。これですよ。やったな。あ、私も勝ちました。ね、勝ったということで、一応あのサバヤシャだな。サバヤシャ。サバヤシャで最後になんか黒焦げヤシャにならなくてよかったよ。あの雷打たれてね。お疲れ様でした。おいしょ。全然抵抗感なかったけど、今の若い人たちは。いや、サバヤシャになった後の冷たいビールはうまい。ありがとうございます。いや、でも本当に最後は帰ってきてさ、あそこのあのカメラ止めて駐車場に止めた途端にパーンっていう、あれは怖かったね。ピストルをすぐ近くで撃たれたと思った俺。なんか弾が飛んできちゃったと思ったもんな。おー、ちょっと待って。いやー、でもグッドタイミングの撤収でしたね。グッドタイミングです。じゃあ、あとはね、手酌でいきましょうね。まあ、お刺身行ってください。これにこれおしゃれですから、おしゃれね、これおしゃれ、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 おしゃれ。じゃあまずはこのわさびちゃんを、お醤油入れましょう。あ、ありがとうございます。はい、はい、そうなんです。じゃあこれが、あ、唐辛子ついてる。ほら、唐辛子、この唐辛子辛いよ。これね、こうしてしまじ、いかせていただきます。しまじ、幻の味とかね、伊豆半島ではよく旅館では、あの熱海の旅館とかだと幻の味とか出てくるんだよ、しまじ。よし、うん、うまい。やっぱりこのぐらいのジャムシマでは、あいちうまいよ。ありがとうございます。いただきます。うまい、うまい。それがシマアジかな。こっちにもなんか、これはなんか色が違うよ。これ、うん、ちょっとのシマアジで、皮がシマアジ。おいしいね。おいしい。辛い。この唐辛子がいいんだよね。辛いし。唐辛子がいい。シマ唐辛子が。これなんだろう。これも島味じゃないね。これは島味じゃないよ。これは違う。さっきかな。そっちもありました。ライカさんの方にもなんかあの見えづらいけど、うん、これだよ。また見てくれ、これ水仙。このご主人の大根と人参で作った水仙だよ。この葉っぱは本物だけど、これ水仙ね、手作り、なかなかこう心尽くしですよ。でこのエビ茹でたやつ、これね、美味しい。
これいかんね、よしじゃん、甘い、うんうん、辛いよね、辛いのがいいんだよこれ、うん、そう、このこれあたりは後でチン。でもこの辺はもう翔さんじゃないからね、ワイカツの場合はあまりあの手間がかかんない。翔さんの場合はこれをちゃんと食うとこは見届けないといけないからさ、なんかほとんど飼い猫みたいな、飼い猫が餌残すなよみたいな、なんか、うん、いただきます。いや落ち着いたよ、落ち着いたね、落ち着いたところでここで第1部はもうカットだから、こちらの都合でもってもうカットだから、もうカットですよ、もうカットですよ。第2部ヘロヘロになってるからね、まあ、じゃあ 第1部カット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 。はい、二次会にやってまいりました。二次会これこれ森若これこれね、聴覚を期待しております。これこれがね、多分ね、私たちの誰か入れてくれたやつ。これははい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 、はい、お湯割るならこのこれ、ね、ポットにお湯がありますから、お湯割りで、うん、湯割りで、私はまずはストレートで、ちょっとだけストレートで飲むと美味しいよ、これ美味しいですよ。このカシダル焼酎ね、森若神津島の焼酎とか、お湯はこれで自分で入れてください、ね、そしたらこれね、あーあーうまい、なんとかうまい、うん、タレから上田の下の方が1本ね、うん、なってんだけど、まあ、あまあ、これ、え、あ、これ温めたんだ、チンした、もらった、あ、じゃ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 あ、あんかけ、あんかけ、ね、これね、これ、これ、ちょっと、ってな、うん、はい、はい、お湯割り、おいしいですね、うん、これ、おいしいよね、うん、俺はさ、あ、落ち着いた。ということで、まあ、2次会はこれで、ね、じゃあ3次会で会いましょう。さよなら。ということで、お腹いっぱいになった、ね、なりました。まあ、まだ12時前だけど、ね、食い尽くしたよ、食ったよ、食った食った、ね、ということで明日もあるんで、はい、ここで終わっちゃうね、もう終わる、終わります、もう終わります、寝ます、はい、どうもどうもどうも、じゃあどうも、じゃあどうも、さよなら、じゃあどうもさよなら、また明日の釣りです。いつものようにこのマグネットにアゴラ貼って